ワシントン大行進で、リンカーン記念館リフレクティングプールを囲む、群衆ワシントン大行進は、1963年8月28日に、アメリカ合衆国のワシントン DC で行われた、人種差別撤廃を求めるデモ。英語では、ザグレート・マーチ、オン・ワシントンとも呼ばれる。公民権運動家で、牧師のマーティン・ルーサー・キング・ジュニアらによって、人種差別撤廃を求める。 運動の一環として行われた更新で20万人以上が参加した。この更新の最中にキング牧師の有名な演説アイハバドリームが行われた。リンカーン記念堂前、アメリカではエイブラハムリンカーン大統領による奴隷解放宣言から100年を経た1960年代になってもジムクローフォーと呼ばれる。 人種分離法のもと、アパルトヘイト政策下の南アフリカ同様、交通機関や学校、水飲み場やトイレ等の公共機関のみならず、ホテルやレストラン、バーなどにおいても、アメリカにおける多数民族である白人と黒人とすべての有色人種が分離されていた。なお、当然のごとく、有色人種専用のものは劣悪で不潔なものであった。さらに、事務苦労法のもとでは、 黒人と白人の結婚を事実上違法とする、州法の存在が認められたほか、教育の機会が与えられなかったことから、識字率の低い黒人の投票権を事実上制限したり、住宅を制限することも合法とされてきた。また、これらの州においては、クークラックスクランなどの白人市場主義団体による、黒人に対するリンチや、同じような思考を持つ警察による、 不当逮捕や裁判所などによる、冤罪判決などが多発した。しかし、1950年代に入って発生した、モンゴメリーバスボイコット事件や、リトルロック高校事件以降、キング牧師などの活動家の指導のもとに、黒人たちの公民権獲得を求める運動が、盛り上がりを見せ、反人種差別運動家だけでなく、白人が多くを占めるアメリカ国内の世論、そして、 連邦政府も公民権法の制定に大きく動き始めた。このように公民権運動が盛り上がりを見せる中で、連邦政府に対して公民権制定を訴えかけることと同時に、内外に対して公民権運動の盛り上がりをアピールするために、公民権運動団体を中心に、ワシントン DC のリンカーン記念堂前のワシントン記念塔広場に集結する。 ワシントン大行進が企画された。キング牧師によるアイハバドリームの演説。この運動は、ワシントン大行進によって、最高潮に達した。キング牧師らの呼びかけに応じて、人種差別や、人種隔離の撤廃を求める20万人以上の、人々が、ワシントン記念塔広場に集まった。この大群衆を前に、キング牧師が行った演説は、 などと、アイドリームのフレーズを何度も繰り返して、人種平等社会の実現を訴えたことで知られている。ジェームズ・ボールドウィンとマーロン・ブランド、チャールトン・ヘストン・ジョーン・バイズ・キング・ボクシラの活動家たちによる公民権運動に賛同した、アメリカ内外の多くの芸能人や文化人、反人種差別活動家を中心とした著名人が、更新に参加した。ありがとうございます。